私も負けず嫌いなんです。こんにちは。今オセロコーナーやってます。少し世界大会ございますので、ぜひ見に来てください。オセロ発祥の地として、オセロ世界選手権大会を、開催をさせていただきます。オセロによってまちづくり、オセロでイメージアップ、第40回大会オセロ大会、こちらを予定しております。でそれに伴いまして、このようなオセロ関連のイベント、それで水戸オセロ発祥の地、踏んじゃって大丈夫ですよ、ここ。はい、なかなかいい勝負ですね。どこをしのいでるんですか。激辛ですね。渋々ながら打つしかないです。これは打ちと塚田女流名人の勝ちということになりました。皆さん拍手をお願いします。結構辛い解説だったので、すごい緊張して、でも楽しんでオセロをさせていただいたので、本当にいい経験をさせていただきました。率直にすごく緊張しました。心を読まれてたんじゃないかなっていうのと、こう一番こう手が震え、こんな手が震えたことあんまないんじゃないかなっていうぐらい、でもすごく楽しかったです。いい経験になります。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、終わり。ありがとうございました。4個すごいね。いやすごい、いい思い出になりました。やっぱいろんなやり方っていうのがなあって勉強になったっていう感じですよね。思った以上に駒が取れたんで良かったです。真ん中ぐらいまではもうだいぶこれもしかしたらいけるのかなと思ったけど、やっぱり四つ角が絶対取らせてくれないですね。やり方がよく分かりました。本当に戦況が非常に悪くなってる。本日の、みんなでオセロ in 偕楽園、にご参加された皆様には、オセロの楽しさを感じていただけたのではないかなと、思います。これからも、このようなオセロに関連したイベントを世界大会までに実施していきますので、ぜひ参加していただいて、オセロの楽しさを感じていただいて、11月の世界大会にもぜひお越しいただければと思います。